さあ今シーズン2度目の登板となりました背番号21番ベイスターズエースの今永です。さあその今永の立ち上がり、先頭バッターの廣岡を三振、そして中山をサードゴロ、最後3番の菊田をセンターフライと、立ち上がり三者凡退に抑えました。わずか15球。一方のジャイアンツ先発の山本も見事な立ち上がり、簡単にツーアウトを取ってランナーなしからこの3番戸柱のあたり、これがライト、ライトは後逸している間に二塁へ進みます。さあそして牧ですが、ここはフォアボールでした。まあ、牧も実戦復帰。さあ二塁一塁と立ち上がりチャンスを作ったんですが、細川がサードゴロに倒れて無得点、先制点を挙げることができませんでしたベイスターズです。3回の表今永のピッチング、まずは湯浅、そして9番の岡田、2者連続三振。そして5回です。5回、ツーアウトを取ったんですが秋広に粘られて結局11球投しましたがフォアボール。しかしその後湯浅をストレートで空振りの三振に来て取りました。今永5回を投げて80球、打たれたヒットはわずかに1本、三振6個と好投しました。そして5回の裏ベイスターズ先頭バッターの小深田がレフトへのヒットでチャンスを作ります。ノーアウトのランナーが出ました。しかしツーアウトとなったところで海老名がサードゴロに倒れて得点はありません。さあ今永に代わって6回にマウンドを上がったのが浅田、この浅田が今日は制球に苦しんでしまいました。フォアボールデッドボールで満塁のピンチ、ツーアウトを取ったんですが岸田にセンターに運ばれます。1人帰ってきて2人目はセンター海老名から見事な送球で追加点は与えませんでした。しかしジャイアンツ岸田のタイムリーで1点を先制しました。そして7回のマウンドは平田が上がりました。初登板、まあ、フォアボールで1人ランナーを許したんですが岡田をピッチャーゴロに打ち取っています。ジャイアンツは今度は横川がマウンドに上がっています。7回のマウンド横川もフォアボールで1人ランナーを出しましたが後続を抑えて点は与えません。そして今度はベイスターズ8回は三上がマウンドに上がります。三上も今日初登板です。今シーズン初登板、まあ、先頭にフォアボールを与えたんですが4番のウィーラーキャッチャーのファールフライに打ち取ります。まあ、三上も徐々にスピードアップしてくるでしょう。そして9回のマウンド中川光がマウンドに上がるんですがフォアボール2つ与えてしまいました。ツーアウトとなったんですが岡田にこの左中間レフトへのヒット、足の速い鈴木大和が懸命にホームイン。ここはダイソーが見事的中しましたジャイアンツ。2対0としたところで9回のマウンドは谷岡がマウンドに上がってツーアウトから最後は知野ストレートで見逃しの三振に来て取りました。さあ今日はピッチャー陣が非常にいいところを見せました。